牧号マルエスは2014年のジュネーブ賞で正式に発表されたマクラーレン製のスーパーカー。マクラーレンが本格的にスーパーカー事業に参入して最初のモデル MP412C の事実上の後継車となる。当初は MP412C のハイパフォーマンス版として計画されたこともあって、その基本構造を MP412C から踏襲。極めて軽く光合成な骨格であるカーボンモノセルも共通で、車重も 1360kg とほとんど変わらない。スタイリングもフロントマスクこそフラッグシップの P1 に似たイメージを持つが、それは空力性能をさらに高めるためのフェイスリフト。ウェアから見れば MP412C ほとんどそのままで、その発展版であることが理解できる。社名が示唆する通り、650S のパワーユニットは従来からの 3.8 リッター V8 ツインターボ、650馬力、69.1 キログラムフォースメートルまでチューンナップしたもの。組み合わせる7速のデュアルクラッチトランスミッションは、より素早く滑らかに変速するよう改良され、さらにはノーマル、スポーツ、トラックと3つのモードから選べるドライブモードセレクターも備わった。プロアクティブシャシーコントロールと呼ばれる。サスペンションも機構的には変化はないが、マクラーレン製スーパーカーの特徴である快適な乗り心地はそのままに、よりシャープな反応を得られるようセッティングが見直された。また言うまでもなく、一種のトルクベクタリング機構であるブレーキステアや空力ブレーキとしても機能する。可変式リアウィングなどはそのまま踏襲されている。0-100は 3.0 秒、0-4 10.5 秒、そして最高速は時速 333km をマークする。